源義忠暗殺事件とは、協議では、天人2年2月3日に、源義忠が襲われて2日後に死去した事件であり、講義ではその事件から、源義甲府氏の追部と義公の佐渡への配慮を言う。過剰元年7月1日に、川内源氏の投領源義家が没すると、川内源氏の投領は、義家の三男義忠が継いだ。三年後の天人二年二月三日夜、 吉忠は何者かに切りつけられ、二日後に死亡した。美の源氏の源の重ザネが容疑者として、左大臣源、都市房の邸内でケビ医に逮捕されたが、間もなく放免された。その後、現場に残されたたちが、吉家の弟である源義綱の三男の源の吉明のものであることが判明し、今度は義皇と吉明に、権義の目が向けられた。捜査の結果、 義明の奪夫であり、滝口武者である藤原紀宝が、吉忠殺害の犯人であると断定された。義公と、嫡男義弘ら五人の息子たちは、身内の人間に容疑がかけられたことに憤慨し、義公の弟源、義光の所領がある、大見国甲賀群の甲賀山へ立てこもった。一方、義明は病を理由に行動を共にせず、藤原紀宝の館にこもった。 甲賀山にこもった吉津奈良に対し、白川院は東領を継いだばかりの吉忠の追いみなもと、田名義に義皇夫市の追悼を命じた。さらに、源の吉光もためよを支援したので、吉津奈良は窮地に追い込まれた。為め軍が甲賀山への攻撃を開始すると義皇方は各所で敗退し、ついに義皇は降伏しようと言い出した。しかし、 無実であるのに降伏するとは到底納得できない、息子たちは憤激した。特に、白河院の方眼代となっていた吉弘は主人である、白河院からの追悼ということもあり、自分たちの身の潔白を証明するための自害に意を強くしており、父義綱にも潔く切腹するように言い寄った。それでも義公は投降しようとしたので、義弘は父に反を示そうと兄弟たちの中で、 真っ先に自害することにし、高い木に登って、そこから谷底に飛び降りて、闘神自殺した。その後、次男義春も兄に続いて、闘神自殺、四男義仲はため義軍が放った炎に入って、昇神自殺、五豆義則は切腹し、六男義公も自害して果てた。こうして次々と息子たちが自害していく中でただ一人、残された義公はついに、 高画軍の大岡寺で出家し、ためよしに投降した。一方で、藤原気宝邸にこもる吉明と木方も白河院の命を受けた、美の原子で、ケビー氏方眼玄十字による攻撃を受けた。十字は、最初に、吉田暗殺犯として逮捕された、源の重重の弟であった。義民軍は、十字軍に二百4人の死傷者を出させるほどの奮戦を、したが最後は、吉明。 藤原木方二人とも自害して果てた。そして、義公は佐渡に流された。こうして、吉忠の暗殺犯は義皇、吉明、藤原紀方とされて事件は解決したかに思えたが、真実は違った。真犯人は吉忠の叔父であり、義公の末弟である、源の義光であった。一般的な説としては義光があり、 吉家の没後に野心を起こし、川内源氏の頭領の座を狙った、というものであるが、しかし、結果的に川内源氏が凋落し、その主人である、藤原石灰家も、勢力を落とし、陰性をしく白河院が一番得をしているので、源氏の勢力をそごうと、白河院が吉光を上手に利用したなどの説がある。吉光は、源義忠の暗殺を行うため、 老頭の鹿島三郎こと平成三木に吉忠の老頭になるように命じ、吉忠に近づけさせてその老頭とさせた。そして、かつてあと三年の役で活躍し、自らの老頭であると同時に、吉家の老頭でもあり、その三男の吉明の乳母夫で、滝口の武士でもある藤原貴宝に密かに、吉明の刀を持ってくるように命じた。吉光はその刀を平成三木に渡し、 それで、源の義忠を襲わせた。背後から襲われた義忠は大怪我をしたがそれでも抵抗し、聖津氏も大きな怪我を負ってしまった。そして襲撃後、聖津氏はこれ見よがしに、義明の刀を現場に捨てていった。聖津氏は、吉光の元へ戻り結果を報告した。負傷していた、聖津氏に対し、吉光は弟であり、 音上寺僧の解放まれ宛ての書状を持たせて、養生するように言い、音上寺に向かわせた。実はその書状には、生蜜を処分せよとの指示がなされており、その書状を受け取って読んだ解放まれは、口封じのために、生蜜を生き埋めにして殺害した。後にこの経緯が漏れたことから、聖強氏が誰かに、この一連の事件の真相を伝えていた可能性がある。 もう一人の老党である藤原紀法は自分が騙されていたのを知って奮撃したのか、源義明と運命を共にした。いつしか、源義光が一連の事件の真犯人であったことが世間に広まっていき、居場所がなくなった義光は自身の勢力基盤である日立国に逃亡した。義光の最後については、大治2年10月20日に、 恩情寺で死去したとする説が有力であるが、一方で殺害されたとの説もある。暗殺した、吉忠の遺事である、川内渓谷によって撃たれたとの説である。これにより、川内源氏は吉忠、義公という二人の実力者を失い、吉光も暗殺事件の黒幕であることが発覚したため失脚。強力な貢献人のいないため吉は主人である、藤原石官家と共に、 白河院の院政によって K での勢力は衰退していった。ありがとうございます。